2040年に向けられた高等教育のグランドデザインが取りまとめられました昨年3月に2040年を見据えた我が国の高等教育の将来構想について諮問させていただきましたがこのたび昨日に開催された中教審総会において2040年に向けられた高等教育のグランドデザインが取りまとめられました 本件については、約1年8ヶ月にわたって、大変精力的にご審議をいただきまして、英知を結集され、充実した内容の答申をおまとめいただきましたことに、深く感謝を申し上げたいと思います。本答申では、世界が直面する課題の解決に貢献するような、国際社会でも活躍できる人材の育成を含め、知の拠点となりうる高等教育の国際化、 専門に関する知識のみではなく、分離横断型の教育への転換とともに、教育の質の保障を進め、何を学び、身につけることができたのかという学習の成果の可視化の促進、地域における質の高い高等教育機会の確保のための各大学間の強みを生かした連携・統合のあり方や、18歳人口の減少を踏まえた 高等教育機関全体の規模など現在の課題に的確に対応するご提言をいただいております文部科学省としては本答申を踏まえて必要な法律改正を含め関係施策の推進に全力で取り組んでまいります